こんにちは、りょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。支出を下げれば人生が身軽になるってことについて話をしていきたいと思います。質問いただきました。学長いつも貴重な情報ありがとうございます。実際に固定費を見直すことで生活がグッと楽になりました。住宅、車、結婚式、教育費等、それぞれ価値観はあると思いますが、友人に固定費や支出を下げることの重要性を解いてもなかなか理解してくれません。 固定費を下げることの重要性を学長目線で再度お話ししてもらえないでしょうかということでね。過去の復習にもなりますしね。まあ大事なことなので話していきたいかなと思います。まず結論なんですけど、支出を下げれば人生が身軽になるよと。固定費ね、支出を下げる、収入を上げる、で、そのお金を投資に回すと。 で、この流れを作れば経済的に豊かになれるんだよって話をしてきましたよね。で、財布の紐を締める練習をしましょうってことですね。それから、この買い物とか支出で大事なところで何かを買うっていうことは自分の時間で買ってるっていう認識を持ってほしいんですよね。まあこれについてもう少しね、解説していきたいと思います。そもそも論でお金持ちになりたいかどうかっていうことですよね。 まあ別に私はお金なんていらないよっていう人はね、そもそもこうお金持ち目指す必要がないし、別にお金自体が人生の目的じゃないじゃないですか。そういう人に対してね、いくら固定費を下げることの重要性を問えたところでね、全然響かないと思うんで、まあそれはまあまず人それぞれと。ただ、あの、いくらまあお金がいらないという人であったとしても、やっぱりね、幸せに生きていくためにどうしてもある程度のお金は必要ですよね。なかなかこうお金いらないっていう人っていないですよね。で、一般的なサラリーマンの給料だけでお金持ちになるっていうのは難しいとかなり。 なぜかというと、上がらない給与、それから上がり続ける社会保障費と、で、減り続けるであろう年金とかね、で、終身雇用の崩壊とかって言われてますよね。ということで、一般的なサラリーマンの給料だけでお金持ちになるっていうのはなかなか難しいんだと。で、日本のお金持ちピラミッドっていうのをちょっと見てほしいんですけどね。この上位層、ピラミッドの上の方の、ここだけで約2.5%ってことですね。 で、この中間層っていうのがね、まあそんなにいなくて、一般家庭と呼ばれてるところと、ここだけでも,もう全体の80%なんですよね。で、80%の家庭がもう投資するどころか、実際生活をもするのでいっぱいいっぱいだよっていう人も結構いるんじゃないですか。で、これからの日本のカーストなんですけど、どうなっていくかっていうところでね、仕組み的にこうなっちゃってますよね。資産家はますます富、労働者との格差はますます開く。 金持ちはより金持ちになり、貧乏は貧乏に寄りになっていくって、この二極化がより進むよってことですよね。で、これ R 大なり G のずっと言ってきたところですよね。資本家側にならないと、なかなかね、猶予だけじゃ、どんどんどんの差は開いてしまうってそういうことですね。で、中間層が少なくなると。ただ、 こういう図を見て怒ってても仕方ないんですよね。こんな世の中けしからんって言ってね、テレビの前とか政治家に対して怒っててもしょうがないと、特に何も変わらないんでね。僕たちはそういう社会のルールの上に生きてるんで、これは日本だけじゃなく、世界全体的に見てもそうなんで、どうしても仕方ないんですよね。ということで知ってる人と知らない人で大きく差が出てくるんだよと、だから行動していこうっていう話をね、できましたよね。別にお金持ちを目指そうって言ってるわけじゃないんですよね。 豊かに暮らせる分のお金を確保しましょうと。どうしてもそのお金っていうのが必要なんである程度ね。なんでお金自体が目的じゃないんだけども、やっぱりね、時間に追われる人生とかじゃなくって、ゆとりなる時間を持てるようにとかね。 ある程度の経済的な豊かさっていうのがないとなかなかね難しい世の中なんでしょうがないですよね。だからうまくね、この世の中をまあ上手にね、生きていきましょうってことで、そのために学びましょうってことですよね。で、じゃあなんでほとんどの家庭に金銭的なゆとりがないのかってことなんですけど、これはまあこの3つなんですよね。収入が少ないと一つ目は。それから支出が多いと。それから3つ目投資をしないと。もうこの3つなんですよね。まあこれ以外基本的にはないと。 で、一つ目の収入が少ないってことに関しては、まあ、給与所得一本っていう人が多いですよね。世の中のほとんど9割ぐらいがサラリーマンなんで、別にサラリーマンがダメとかそういうことじゃなくて、給与所得一本に頼ってるっていう人が多いってことですよね。で、これは前日の通り、上がらないし、税金取られ放題だし、終身雇用の崩壊があるしってことでね、さらに、時間の切り売りなわけですよね。ということは、まあ、ずっと時間にゆとりもできないと。それから、支出が多いんですよね。 これ、家賃とか、家のローンとかね。まあ、保険とか、車とか、通信費とか、まあ、その他の浪費とか、いろいろね、支出が多いと。それから、投資をしないと。お金がお金を生み出す仕組みを作ってないってことですね。資本家側に回れてないと。そういうことですね。だから、ほとんどの家庭に金銭的なゆとりが出てこない。で、この3つのね、まあ、総合的な原因がありますよね。で、今日は特にこの支出のコントロールの話なんですね。支出が多いと、ここについてしっかりフォーカスしたいってことですね。 で、学生の時、皆さんね、アルバイトとかってしてたりした人いましたかね ?2、3万円とか入ったらもうすっごい大きくなかったですかもっと稼いでた人とかもいるかもしれないですけどね。全部自分で使えるから大きいですよね。ダイレクトに稼いだ分が全部使えたわけですよね。で、まあもちろん人にもよるんですけど、基本的にこの時って負債が少ない状態なんですね。いわゆる身軽と。で、大人の平均のお小遣い3、4万円って言われたりしますけど、なんかバイトしてる高校生より少ないじゃないですか。 いやいや、みたいな。どんどん大人になっていろんな知識が増えたりとか、学生の時より働く時間も増えて、どんどん楽になったりとか、豊かになるんだったらまだしも、どんどんしんどくなるみたいな。お小遣い全然増えてないみたいなね。まあこれなぜかっていう話なんですけど、ほとんどの人が大人になってね、荷物ね、まあ負債を背負うんだと。 負債いってくくってしまうと怒られちゃうかもしれないですけど、例えばこの辺ですよね。よくある社会人とかになったら保険とかね。無駄な保険に入ってたりとか、ここは散々言ってますよね。で、それからマイホームですね。人生で一番大きな負債いになりうるものですよね。まあ、それから車であったりとか、派手な結婚式とかですよね。で、まあ、そうさせようとする世の中の風潮と。で、時間もなくなっちゃうんですよね。何かを買うっていうことは、自分の時間を使って買うっていうことですよ。 で、借金をするっていうのは、自分の未来の時間までもう先に売ってしまったって、そういうことになるんですよね。で、資産を買うんだったらいいんですけど、お金の形が変わっただけなんで、これだったらまあ売ればね、えー、すぐ元に戻るんでいいんですけど、負債を買ってしまった場合っていうのは、もう未来の時間までね、使ってしまったと、そういうことになっちゃうわけですね。で、負債を返済するために残業をするとかって言ってきたら、もう本末転倒ですよね。 こうやってね、いろんなもの、負債を背負って、荷物を背負って、時間がなくなるから、自己投資に当てれる時間も減るわけですよね。で、なるんで、スキルが伸びないとか、時間単価が増えていかないとか、気づく機会も減っちゃったりね、学ぶ時間も減るわけですよね。ってなると、まあ、例えば、税金について学ぶ時間が減ったりとかね、もしくは、まあ、家のこと退去でもそうですし、賃貸契約にしてもそうですよね。とか、 時間がないから短期的な儲けに走らざるを得ないみたいな。ギャンブル性の高いものであったり、詐欺まがいの情報商材買わされてしまったりとか、ぼったくりの投資とか保険とかね。まあよくある新築ワンルームマンションとかも絶対買わない方がいいですよと、投資としてなかなか成立しないですよって話とかをね、してたりとかしますよね。もしくは、まあ毎月分配型のね、高い手数料の投資信託を買わされたりとか。っていうのもまあ、時間がないってこともまあ一つの原因かなと思うんですよね。どんどん負のループに入ってしまうと、これをどこかで何とかしないといけないわけですね。 で、じゃあどうすればいいのかってことなんですけど、まずはやっぱり大きな負債を手放すことですね。で大きな負債って何かっていうともうこれらですね。家とか保険とか車とかね。まあ例えば家にしてもマイホームか賃貸かによって変わってくるんですけど、賃貸なんだったら家賃を周りと比較して交渉するとかね。で、そもそも家を買ってない人なんだったらマイホームである必要あるのかどうなのかってことですね。 例えば中古をリフォームして、すごく綺麗に住んでるとか、資産価値のある家を買ってるっていう友人もいますし、まあこの辺はね、賃貸と持ち家どっちがお得ってことで話してるんでね、参考にしてほしいかなと思います。で、家以外にも保険ですよね。保険は保険、投資は投資と。人生に必要な保険は、かけ捨て生命保険と火災保険と自動車保険と。で、車両保険は不要だよと。そういう話をずっとしてきましたね。車にしても、そもそも必要かどうかとか、新車である必要あるのかどうかとかね、買い替える必要はとか、 通信費とかもそうですね。別に格安 SIM で十分なわけであって、見直したいところですよね。で、その他の固定費とか、まあ大きな買い物の見直しをしようってことですねで。マイホームであったりとか、まあ結婚式とかお葬式とか教育費とかね、っていうところですね。まあ別に必ず私立に入れなくてもいいよねとか、必ず派手な結婚式じゃなくていいよねとかね。まあこの辺は全体的にお金の勉強初級編を見直してもらえればいいかなと思います。で、そういう話をすると、そんな人生面白くないとかね。 なんかそんな固定費ばっかり下げて心寂しくなっちゃうとか、そんなことって思う人いると思うんですよ。何でもかんでも別にやみくもに下げろって言ってるわけじゃないんですよね、固定費を。例えば、食費を削ろうとか、電気をこまめに消そうとか、そんなこと言ってないんですよ。コスパの悪い節約っていうのはしても心が寂しくなるだけなんでね。これは長続きもしないと精神的にストレスにもなるんでね。で、よく言われるんですけど、そのミニマリストになろうとか、物を全て手放そうとか、そういうことを言ってるわけじゃないんですよね。 伝えたいのは限りある資源なわけですよ。お金ね。限りあるお金をどこに投下するか考えようねってそういう話です。別にお金持ちなんだったら気にしなくてもいいわけですよ。別にお金特に困ってないっていう人はジャブジャブ使ったらいいんですよね。ただ、一般的な普通の人っていうのは固定費を下げるか収入を上げるかして投資に回さないと、そのそこそこ豊かな生活っていうのもそれすら無理っていう、そういう状況ですよね。いっぱいいっぱいの生活になっちゃうんですよね。 で、お金持ちでも実際固定費には敏感なんですよ。お金持ちとか会社っていうのが破産するのも基本的には売り上げが悪くなったって言われがちなんですけどもちろんそれは原因なんですけどやっぱ固定費が高くなるから潰れるんですよね。固定費が低いところっていうのは潰れにくいんですよ、非常にね。なんで、自分にとって無駄な固定費ね、支出を下げようっていう話をしてるんですね。周りが言うからとか、世間的にこうだからとか、そういうのをちょっと一回見直そうとそこを考えましょうってうそういう話をしてるんですよね。で、 価格ではなく価値で考えるんだと。みんな価格でね、1万円のものが2000円になってるから安いとかそういうふうに見ちゃうんですけど、それはあくまで価格っていうのは値札のことであって、価値でものを考えれるようになろうねと、サービスであっても、ものであってもね。この価値っていうのは、まあ、一概にパッと見えないし、数字化されてない部分があるんで、この判断がちょっと難しいんですよね。でもここを理解して見分けれるようになると、賢い買い物ができるようになるわけですね。 で、数字と感情を一旦分けて考えようと。別に家を買ってはダメとか、車なんて買うべきではありませんとか、そんなこと言ってるんじゃないんですね。価値っていうのは数字的な資産の価値のあるっていうものもあれば、自分を成長させてくれるとかね。未来に大きくなって帰ってくるとか。もしくは、浪費なんだけど、自分の心を満たしてくれるとかね。安心感があるとか、満足感があるとかね。まあそういうものもあるわけですね。浪費ではあるけど、まあ適度ならいいよね、と。 そこも含めて価値なんで、この価値っていうものでトータルでね、見れるようになろうってうことですねで。ものは時間で買ってるんだよと。この自分の過去ね、とかもしくは未来の時間をそれだけ使って買う価値のあるものなのかっていうのはやっぱり考えたいですね。マイホームとか車っていうのが全てダメなわけじゃなくって価値は人それぞれじゃないですか。でも、数字的にはほとんどの家とか車っていうのは負債なんですよ。だから家族と幸せに暮らすために買う家が 家族を苦しめてしまってたら本末転倒ですよね。例えば、家のローンを返すために残業をバリバリするとかね、仕事を減らせないとか、嫌な職場なのに辞めるに辞めれないとか、そもそも家族と豊かな時間を過ごすために買った家なのに家族との時間を取れないとか、日々の生活が苦しくって喧嘩が多くなってしまうとか、これだったら意味がないですよね。なんで、マイホームとか車っていうのはちょっとね、よく考えましょうと。それから、無駄な保険っていうのは数字的にも精神的にもあんまり価値がないと僕は思ってるんですよね。 だからこそいらないって言い続けてると。例えば車とか家とかだったら自分の一応理想の家に住めるとか、まあ車も移動手段として便利とか、まあいろいろあるじゃないですか。でも別に保険って生活何もよくしないですよね。別に生活が向上するわけでもないし、保険は保障が必要だよねって話なんですけど、それなんだったら別に掛け捨てで事足りるよねと。投資は投資なんだから、 保険っていうのはあくまで万が一のことが起きた時に生活が困窮してしまうってことがないために入るための保険であってね。そのために必要な保険っていうのは最低限の掛けしての生命保険で足りるよねと。だから無駄な保険っていうのは一番にね、削っていったらいいとそういう話をしてるんですよね。もう金額も大きいしね。ということで常識を疑いましょうってことですね。 自分の価値観とか常識っていうのはどうやって作られたものかっていうのもちょっと見直したいですね。周りがやってるからとかね。その周りの人たちは本当の意味でお金とか時間とかの意味で豊かに暮らしてるかどうかですね。この辺はやっぱりちゃんとね、考えていきたいですね。そのために人生のね、価値観マップっていうのもちゃんと作っておきたいと。大切なものを見失わないようにしたいですねってことです。で、まとめに行きたいんですけど、支出を下げて収入を上げて投資に回すと。 これが一番お金持ちになるための最速ルートですね。これはもう至って当たり前の話とお金を増やそうと思うとこの3つしかないわけですよね。で、仮に投資まで至らなかったとしても、この支出を下げることとか収入を上げることっていうのはどれか一つでも生活はすごく楽になってくるんですね。で、特に簡単なのは支出を下げること。これはなぜかって他人が関係しないからですよ。給料を上げるとか所得を上げるって言ってもやっぱりどうしてもね、周りが関係しますよね。でも支出を下げるっていうのは自分とか 家庭のレベルで何とかなるんですよ。すぐにね。今日明日、来月からでもどうにかなると。だからほとんどの人はこの支出を下げるってところからスタートしましょうと。で、この支出を下げるのに大切なことは、固定費をね、徹底的にまず見直すんだと。家とか家賃ですね。とか保険とか車とか通信費とかね。もしくは電気とかガスとか会費とかね。固定費をやっぱり見直そうと。一回やっとけば、ずーっとあと得になるっていうものですよね。めんどくさいけど、まずここからと。それから、 人生の大きな買い物にもこれもね、すごく注意しましょうと。まあ結婚式とか、まあマイホームとかね、教育費とか。結婚式がダメとかね、教育費がかけたらダメとか、そんなこと言ってんじゃないですよ。ただ、まあよく見直そうねと。さっき言った資源はね、限りがあるからね。教育費とかも、まあ必ず私立じゃなくてもいいかなとか、まあいろいろありますよね。それから価格ではなく価値で判断すると。資源ね、お金は限られてるんだと。自分の大事なお金を人生のどこに投下するのか。そういう話ですね。 で、自分にとっての価値を見失わないために人生の価値観マップっていうのが大事なんで、ぜひね、作ってみてほしいかなと。ということで、支出を下げれば人生が身軽になると時間がね、できるんで、まあいろいろ良くなるんじゃないかなということで、 嫌な仕事をね、ずっと続けないといけなかったりとか、なぜかね、不安をこうかき立てられたり、お金に余裕がなかったりとかね、っていうのは、やっぱりこの固定費ね、支出が原因であることが多いんですよ。だから、まずはできることから行動してね、体感してみてもらうといいんじゃないかなと思います。支出を減らすっていうのは、お金持ちの第一歩なんでね。以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して、自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございましたそれでは今日も、いい一日を Thank you